はいどうもこんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね PS4 版にね来ている10月1日から来ている週刊 FP 紹介していきたいと思いますが、今回はこちらの11選手ということで、結構ですね自分の予想合ってた、まあどうですかね、半分ぐらいでしたね。この6選手が合ってまして、まあ11分の6ということで半分以上当てることができたっていうのは良かったかなと思いますが、しっかりですねレベマの6種の方を見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。まずはレアルマドリー、セルヒオ・ラモス来ましたね。個人的にバルベルでワンチャンあるかなと思いましたが、ラモスが、今回登場という形になっています。まあ特にこのラモスに関しては、ディフェンス系の能力値がしっかり上がったなという印象で、ディフェンスセンス4、ボールダッシュ4、アグレッシブネス3上がりましたんで、まあセンターバックながらかなり強くなってるかなという印象ですね。まあただ唯一瞬発力が若干気になる点かなと思いますが、やはり強いセンターバックの選手に間違いないですし、今作からサイドバック固定ということですので、もうすでに、サイドバック、右サイドバックバックがですね右のラテラルが濃い適性というところは一つ評価できる点かなという印象ですね。でスキルもともと10個持ってますので、追加スキルなし、プレイしたらオーバーラップという形になっています。まあ間違いなくこのラモスがですね一番の大当たりかなというところですね。で続きまして、アタランタ、アレハンドロ・ゴメスということで、やっぱり来ましたね。評価点も 9.4 でしたし、マン・オブ・ザ・マッチの選ばれてましたしね、来るかなと予想していましたが、能力値ご覧の通りとなっています。まあ、OMF の選手の中では、オフェンスエース決定力かなり高いかなという印象で、86、88ですね。で、あとはまあ、ドリブル能力ですね、96、92、93ということで、ドリブル能力やはり高いですし、グランドパス、フライパス、92、91、ともに90台の下という形になっています。で、プレースキック、カーブ、89、91ですね。で、ここにスピード瞬発、89、92と、ということでスピシュンもある程度ありますし、ボディコントロールも96かなり高いので、やはりスピシュンもねあるドリブラーかなというところですかね。レッカーシャンニートさんでコンワン6という形になっています。でスキルはですねシュート系多いですね。コンカミドルドロップ、そしてスルーバスも持っているという形になりまして、もともとね通常からスキル10個持ってますので、今回スキル追加はなしです。プレイしたらチャンスメーカーですね。で、続きまして、レスター、バーディーということで、バーディーが個人的にこの中では一番欲しいなというところもありましたが、まあ本当にね、人それぞれ補強ポイントに合わせてね、ゲットしていただければと思うんですが、バーディーこれ強いですね。まずオフェンスエース決定力が5ずつ上がりました。99、96。いや、ここら辺しっかり上がったなという印象ですし、週刊 FP に関してはですね、3つ能力値は爆上がりとなるんですが、キック力も1つ、4つ上がったということで94という形になってますね。本当にスピード瞬発もかなり速いですし、ボディコントロール91だったり、まあ本当にこの選手に関しては得点能力系がしっかり上がったなという印象ですね。で逆足左足も33で使えるというところと、コンワン6という形になっています。でスキルワンシューワンパー、2020から2021にアップデートする際にワンタッチパスが追加となりました。ここが一番大きいですよね。ですので今作のバーディーめちゃくちゃ強くなってるかなと思いますので、2020使われていなかった方も2021はぜひ使っていただきたいところですね。で、続きまして、ジュバということで、評価点 10.0 上げました。ジュバが、しっかり登場という形になっています。やはり来ましたね。ということで、ご覧の通りの能力値となっているんですが、やはり3ゴール1アシストということで、ハットトリック上げましたんで、得点能力系しっかり上がったなというところですね。オフェンスセンス6、決定力は5上がりました。共に90台の下という形になっています。で、ドリブル能力ある程度ありますね。で、グラウンドパスも86という形で、まあ、ジュバに関しては196センチ、タッパもありますんで、ヘディング、ジャンプ、フィジカルコンタクト、ジャンプはそこまでないですね。ヘディングとフィジコンに関しては97、99でかなり高いんですが、ジャンプは82という形になっています。でスタミナもね一番上がった能力値となっていますね。で逆足アニートさんでコンワン7で、スキル面で見た時にワンシューワンパスルーパス、まあ、センターフォワードながらですねこの3つのスキル全て持っているというところはかなり評価できる点かなと思いますので、まあ、今作、まあ、特に今週に関してはライブアップで A なので使ってみてもいいのかなというところですね。で続きまして、スーパーサブメルテンスということで、メルテンスに関しては2020の初期もね、あの PS4 のみでメルテンス来ていたような気がしますが、今作もですね PS4 のみでメルテンス週刊 FP で登場という形になっていますね。まあ特にオフェンスエース決定力95、93かなり高いかなと思いますし、やはりドリブル能力は言わずもがな高くなっているかなというところですかね。でスピチュン90、94ということで、オフェンスエース決定力以外にスタミナが86で上がったという形になりますが、まあスーパーサブの選手なのでスタミナそこまで重視しないかなというところなので、他のところの能力値個人的に上げて欲しかったなというところですね。逆足アニートさんでコンワン6という形
形になっています。でメルテウスに関してもワンシューもワンパンも持っている、ダブルタッチも持ってますのでかなり使い勝手いいかなと思いますし、やはりスーパーサブ持ってますので後半から出したら能力値上がりますので、ぜひ後半からのね起用を考えていただければというところですかね。で続きまして同じくスーパーサブベンエデルということで、ベンエデルに関しては一番型能力値、決定力、スピード、キック力の3つの部分が上がったという形になりまして、まあ、ただオフェンセンス93、決定力94、ここら辺得点能力かなり高いですし、ドリブル能力すべて90台に乗せたという形になっています。ですので使用感めちゃくちゃ良くなってるかなと思いますね。スピシュンは87、88で、ボディコントロールも90あるという形で、ベンエデルに関しては個人的にここ評価していきたいところなんですが、逆足の43、左足も使えるというところがかなり評価できる点かなというところですね。でコンは7で、スキル1周も持ってますし、ダブルタッチだったりチェイシング、スーパーサブ持ってますので、やはり強いセンターフォワード間違いないかなというところですね。で続きましてジョルディアルバということで、まあバルセロナからはですね、メッシかジョルディアルバかなというところで、個人的にもジョルディアルバ予想していたんですが、ファティに関しては通常のね、ファティがまだ搭載されていないというところで、ファティの FP はね、来ないという形になっていました。で今回はジョルディアルバ登場という形になっていますが、オフェンセンス4、グランドパス3つ、スタミナが上がりました。まあここら辺のスタミナが上がったというところはね、かなり評価できる点かなと思いますが、サイドバックの選手ながらディフェンス系の能力がそこまで高くないので、ここら辺が若干ネックな部分かなというところですね。ただスキルにピンポイントクロスが追加となっています。まあ元々ワンパだったりインターセプト有能なスキル多いですね。プレイスタイルクオリティサイドバックということになっています。で続きましてアトレティコマドリー、アンヘルコレアということで、アトレティコからはですね、ジョアンフェリックスかアンヘルコレアかなと、予想もね していましたが、ご覧の通りの能力値となっています。まあオフェンセンス6、決定力6、ここら辺がしっかり上がったなというところですかね。90、89ですので、やはり今週に関してライブアップで A ですし、得点能力系に関してはもっともっと上がるかなというところですね。ドリブル能力93、95、91、スピシュンは90、96ということで、ボディコーも91ありますので、ワンチャンこの選手化けるんじゃないかなと個人的には予想しています。で逆足も3、4ですしね、後半5というところなんですが、まあ、今週に関してはねライブアップでいいかなと思いますが、ライブアップではない時期に後半5というところはネックな部分かなというところですかね。追加スキルなしなんですが、ダブルタッチだったりコンカだったりスルーパス持っているということです。プレイスタイルは2列目ですね。で今回ゴールキーパーはミクメニャン選手ということで、リールの191センチの選手が、登場ということになっていますけども、この選手もワンチャンガチスカありなんじゃないかなと個人的には思いますね。プレイスタイルは攻撃的 GK ということなんですが、 GK センス、クリアリング、ディフレクティングがカンスト、キャッチング95、コラプシング98ということで、 GK 能力かなり高いですし、身長も191センチありますので、ワンチャンこの選手ガチスカありなんじゃないかなと思いますね。で後半は6という形になっています。で続きましてポルトの方からセルジオ・オルベイラ選手ということで、この選手もしっかり登場しましたね。まあ、ドリブル能力高くて、グランドパス、フライパス91、88、キック力が97あるんですが、スピード瞬発が若干足りないかなというところですかね。でスキルはワンパバックスピンロブ、闘争心が追加となっています。で最後はですね、カルディローラ選手ということで、この選手に関しては、今週末、先週末ですね、先週末に関してはセリエ A で試合があったんですが、ウイレの方ではまだ2部登録となっていますので、登場がね、どうかなと思いましたが、今回しっかり登場していますね。ただガチスカ級というところがどうなのかなという印象で、ディフェンス系の能力値、ディフェンスセンス94高いんですが、ボールダッシュ88だったら、アグレッシブ率も82で、スピード瞬発も79、76ですので、ガチスカ起用とかね、難しいセンターバックになっているかなと、個人的にはそういう印象ですね。ということで本日はですね、10月1日登場の週刊 FP レベマン能力値見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。間違いなくジョーダン、そしてベンエデルに関しては大当たりの選手になっているかなと思いますので、今週に関しては11分の6ぐらいの選手が当たりの選手かなと思いますので、ぜひ引いていただければと思いますね。ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では